アルキメ DS。 はい、はい、続きましては、うん、アルキメ DS です。はい、このタイトル知ってます？アルキメ DS？ うん、知らないな、これ何？大下さん、いいっすか？なんか大喜利ができる DS のソフトみたいなので、みんな4人ぐらいでこう書いてパッと誰かに押したら誰みたいなの出てくるんですよ。なんか CM やってたかもな、せーので出すやつ。せーのじゃないですね。なんか親がいて、うん、お題を出す、お題を出して、そうそうそう、で順番に順番決めて親が、うんうん、で落とすみたいな、大喜利みたいな。ああ、そういうゲーム、うん、そうそうそう、なんかゲームっていうよりツールみたいな、そうね、感じのゲームで遊んでおります、うん、でまあ、こうゲームで本業をやるみたいな。そうですね、アメダリにしたらバレるとかありますね。そうそうそう、うん、でまあこっからまあレギュラーとかした竹下名人が竹下名人これもさ、誰か呼べって。ダメでしょ。ダメだよ。勝手についてるんだもん。だけですから、ね、そうよ。名人つけていい、うん、っていうあれじゃないですか。いや、で、だから多分例えば、まあ、それでなんか怒られるときは俺が怒られるわけでしょ。俺が勝手にこれ先走っちゃってさ、俺が全くそんな意図してないところでついてるわけじゃん。まあそうですね。あなたたちのまたすごいことでさ。ねね、え、また文句すか？あ、文句じゃ、文句じゃないよ、文句じゃないけど勝手についた、うん、これ誰がつけたんですか、そもそも。あなたたちでしょ。あなたたちっていいっすよ、もう固有名詞でいきましょうよ。固有名詞わかんないけど、エンターブレインの方たちだよ多分。いや、俺はつけてないことは確かです。忘れてるよ、そういうのも多分。いや、それは大丈夫です。俺誰がつけたの？じゃあ誰がつけたの？高橋名人的な。うん、俺怒られるの嫌だぞ、もう、うん、あれほど俺は違うっつってんのに、もう引っ張って引っ張って引っ張ってた。でもあれじゃないですか。ん、平井さんじゃないですか。適当に答えたね。適当に答えんな。自分でしょえばいいのに、また平井さんのせいにしちゃうもんな。違う。だってあれじゃないですか。んその何でしたっけ。お礼参りの時に。はい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 。お礼参り、挨拶参り。なんか挨拶じゃない、あの、そうそう、皆さんに感謝の意を込めてみたいな。ゲームメーカーに挨拶回りした時に、うん、最後オチで使われたんですよ、うん、僕がね。おかしいでしょ、それも、うん、最後に俺挨拶回りするのはこの人だって出てきたのがバーッとこう、そうそうそう、出てきて、うん、その時にあなたの街に行くかもみたいなこと言ったんだよな。そう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 、うん、それからじゃないですか。うん、それはそう。次はあなたの街にも行くかも。そう、行くかもしんないって平井が言われたんだよ。よし、それは乗っかんなきゃいけないと思って乗っかって言ったら、スケボーの、それはそれだ。そしたらまあ、そう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 、それで多分そのディレクターが喜んじゃって、うん、そっからと。そういうことじゃないですかね。いやー、もうさ、きついよなやっぱり。でもいいじゃないですか、うん、名人と競えば。競えるわけがないよ、そんな得意なものはねえし。ゲーム界のカリスマだから、ね、そうだよ。いいじゃないですか。頑張れば、頑張れば。もう適当だ、もうまた頑張るのか何も言わない。頑張ればってふわっとした言い方でしょ。まずあのシュワッチを購入してあ、そこに追いつけみたいなこと。それ無理だよ。まあ、泥まけんですみたいなとこからちょっとちょっとずつ、あの、一緒にお酒でも飲めば許してくれるんじゃないですか。もうさ、キムがすごい T シャツ着てるな。これよく着てるよね、なんか。あの、好きなバンドとかなんかそんな。違うでしょ、格闘技の何かでしょ、確か。あれ違う、何違う、適当に。バンドじゃないよ。バンドじゃない、うん。じゃあ兄弟殺し、じゃあ兄弟殺し、それ終わり、うん、あれできた。あれなんかちょっと、うん、まだちょっと太ってる時だ。そうですね、うん、まだちょっと病的になる前に。ちょっと、なんでそういうこと言うんですか。ちょっと太ってますね。うん、そうだね。これが、2007年9月だろ。そうですね、うん、すごいですね、これ大々的に出てますね。そうでしょう、ちょっとだったのに。そうそうそう、がっつり出た感じ。お手軽に済ますなっつってるの、いつも。いや、多分、うん、俺深夜で見たんですよ。深夜で見た、あの竹下さんがテレビに出てるの、うん、
おお、いけんじゃんみたいな。いけんじゃんじゃない、あれは急遽だからな。平井が台風かなんかで海外から戻ってこれなくなって、急遽どうしようもないっつって、うん、すいませんちょっといいですか代わりにって言われて、うん、出たんですよ、すいませんっつって、うん、それを見てあなたたち、そう、僕らがね、いけんじゃん、いけんじゃんみたいなこと思って、大喜利だよ、誰か芸人さん呼びなさいよ、ここもう二組で芸人でいけるわけじゃん、ペアで。本当そうですよね。怖いよ、俺とキムなんて、回答がもう、期待できない、もう、未知数じゃん。さあ、それでは問題です。こちら。人気間違いなしの芸人コンビ、ガチンコの大喜利だもんね、もう本当ですよね、本当の大喜利だよ、本当に嬉しいな、しかも面白い答え、超すっげー怖かったもん俺、これドキドキっすね、うん、じゃあまずあの僕のから、はい、行きましょうかね、はい、まあ、当然、はい、こんな方が勢いもあるもしかもこれ柳田さんから行くの厳しいな、柳は模範解答でみたいな、笑別にあのどっちも行かない感じの、確か狙ってきてんじゃん、まあこんなんでしょうみたいな、笑い別にそんなにいらないみたいな、そうそう基準になるっていう、カメハスやろ、そうそうカメハスやろ、カメハスやろ、だってじゃあ行きましょう、カメハス、なんか略したんですね、確かに、うん、これはすごい、じゃあ行きましょう、平井さん、ドン、阿部とブッシュシュブッシュシュブッシュシュえ、うん、もうこの時点で、うん、どっちか知らんと言う違うそうだよ、阿部とブッシュシュってもうひどいだろ、阿部とブッシュシュってもうさああと思う、こっちはやばいって、これもかなり実に滑る空気、そう、あなたがオチじゃんみたいなさ、はい、来ました、どうも、ちょうど早くなってたから、こうやって出てきますからね、いや、キムも大変だったと思うよ、キムといえばね、一人漫なんですから、一人漫だあ、でもかわいそうだな、本当にきついとな、結構殺してますからね、頑張ってすごいよな、で、この、秀逸ならオチが、うん、俺なんて書いた、こちら桜塚ふっくんやっくん、桜塚やっくんがすごい来てた時のあれで、まあ、みんな流行りをそう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 入れてるね、これ第一発目のセーフみたいな扱いですね、セーフ、あーこの中でダメな人を決めるんですよ、みんなが投票で、めっちゃおもろいよ、それ見ます、これ見るやろ、ダーベとブッシュシュは何にもかかってないもんねなんだろう、安倍首相とブッシュをちょっと、でもそのままじゃダメだからブッシュ1枚だもん、もともと1枚はあるんだよ確か基準として、で誰かに入れていくみたいな、誰も入れなかった、誰も入れなかったみたいな感じ、お茶、さあそれでは平井さん、お茶を用意しましたんで一気に飲みましてください、これ頑張りましたね、こん時頑張ってたな、すごい顔してる、いやこれパワーあるよな、このセンブリ茶、センブリ茶か、体にいいの、体にいいらしいです、センブリ茶、うん、体にいいらしい、うわ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 すごい、まあでも優しいですね、俺がやってた頃に、ね、まだね、これだってメトロイ丼とか言ってわさび丼みたいなの食わせました、あったね無茶しおったな、メトロイ丼じゃん、ね、そうだメトロイ丼ってあったな、メトロイ丼だから、そうだそうだ、しょうもない丼で作った、あの子だって唐辛子5本一気食いとかでしたよ、罰ゲームでもない、そのあったっけ、普通に時間を、うん、あプレイする時間が欲しいからっつって、じゃあこれ食べてください、あった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 、罰ゲームに進まない、体張った、その辺そうそう期待したいですね、やんないとな激しいやつ、激しいやつなそろそろ、まあもうどんどんねやってってこない、やっていった方がいいと思うな、電話でちょっとこういうのがいいんじゃないかって、あねえ昔の企画をやらせる、なるほどなるほど、今ね、今やらせよう、あ
あれから7年経った今、やっぱ自転車発電でやっぱゲームで一番面白かったな。ふわっとしかつかへんみたいな感じでしょ、あれ。なかなか出ないんだね今の。で特に電力が、エコだからいいんじゃない。おそうね、エコ企画で、エコ企画で、ね、こちらですってまた出てくるって、あの自転車、見覚えのある自転車嫌な感じのは出てくるんだな。さあそれでは結果発表です。トップタリスシャー、おっとこれ2人罰ゲーム、あ、俺見てなかった意味も見なくて大丈夫ですこれね、うん、今, 見て今見てももう恥ずかしい。あ、衝撃の告白を柳原さんの名前を使って合コンを集めたことがあります。柳の名前を使って合コンをしたことがあります。開催したみたいな、結局柳は来てないって言って来てないって、もちろん柳さんには言ってないし来てないっていう、うん、よく女の子怒らなかった今日都合でみたいな感じになったんでしょうね多分ね。あいつ腹黒いな。先男はひどいよな。その仕方がちょっと悪いし。ひどい。ことは浮いてる。浮いてる。あ、優しいですこのハサミ。あ、やっぱりまだ優しい方。チューブ2本入れます。そうね、尋常じゃないよね。もう量おかしいじゃんっていう感じの。まあこれもパワーあるけどな。食べてない。すげえ。口の中でジューって。あいや、お客さんにやっぱカレーを食ってもらいたいな。カレーももう全然食えなくなっちゃう。汗だくのもしゃっくり出ちゃうじゃん。この後もすごいよな。いや、まあでもお決まりだね。もうこれはしょうがないわ。お茶欲しいっつったらこれね。水が欲しいけど。あ、これ面白い。平井さんよくなんか絶頂になるとあの声出ますね。あの壁に穴開けた時もあの声出てましたね。うん、ああ出るね。ズバーン。ああ俺面白かったな。何回も見たいわあれ。自分の基準値を超えた。うろうがうろうが。あの瞬間だけちょっとマッシュアップで映像つないたいですね。ねえ。本当面白いよな。やっぱ出るもんな。7年経った今でもね。苦しんだ結果出した答えは。絵が得意なアメザリに対し、サムロクちゃんを描くだけ絵のクオリティ高いんだよね。うまいんだな。結局絵心のぶつかり合いはドローという結果に終わりました。大喜利大会最後のお題はこちら。こんなの全く分かんないもんな。これは転職カレーだよこれ言ってけどさ、俺この時代にそんなこと全く思ってないんだよな多分な。フラワーアレンジメントこれ柳やん。これなんて書いたんだっけ。狩矢崎さんだろうや。じゃあ竹下さん何やりたかったんだろう。竹下が来年やりたいこと、こちらランバダ。ランバダ、ランバダって書いてあったな。もうちょっと滑ってるもんな。そうですね、狙った感が今見ると正直。そうですね、今見ると正直って、お前が出ろとかつってんだろう。そんなこと言うなよ素人にだ。出ろって言われてたぞ。大喜利をやらされちょっと滑ってますって。お前人間の盾、君も大変だなこれな。最後平井さんがバシッと決めるわけよ。最後は最後当たり前だよ。最後最後も芸人だぞ。ビシッといくよ。ビシッといってもいくよ。うん、ドンと。これ俺困ったな。年越し旋回営業っつうのな。これも平井さん絶好調ですね。全ての回答において。なんだ年越し旋回営業って。困っちゃったな俺な。本当に取り直してもいいぐらいだもんなここだっけな。そうですね、うん、このありきでやった方がいい。そうだね、もういい。ビリさんずっとビリみたいな。そう、もうでも全部ビリですよ正直。これより
出していけないもん本当にこれはね厳しいね。どんどん面白くない。もう見てずっと罰ゲームです、ね、全部罰ゲームです結局。最後の罰ゲームこちらです。ドン。ナップで。しかも絶対滑るじゃん。もうそれをもあえて。ラップだぜ。厳しいな。ラップは厳しいな。やっぱり。ラップって厳しいよね。知らない人がやっぱりやると全部同じ感じなんだね。イメージがもうああいう感じなのかな。てかリズムが取れないんじゃない。うん。よーよーお前らよく聞けよ。うん、こんな感じだね。俺は平井。うん、名前は吉行。うん、名字は平井。うん、名前は吉行。うん、もう出てこないもんな。昭和48年のあーかわいそう。見ないで、もう見ないで、これは厳しい、うん、頑張れみたいな。あ、それはもうこれなんとか周りでやんないとと思ってね。俺は必死これ頑張ってるっていう顔、そう誰かがなんとかしねえとと思っていや本当そうですよね。そうでしょ。これがだからここのところが甘いわけ。ここに芸人さんがもうみんなで芸人になってればもうちょっとね、あーなるほど、違う方向に持っていけるわけよ。なるほどね。でもいかんせん俺とキム素人これ以上のもうあれはないわけ。もうごめん嫌いと最後まで落としてくれ。皆さん今日はどうもありがとうございました。もうこうなっちゃうもんな。オーバー。なるほど。どう丸く収まった。丸く収まりましたね。怒れて収まった？いや収まりましたね。あれなんか何ちょっと何やるぞやるぞ今すぐ終わった。